2030年はフランスのアルプス地域に、2034年はアメリカのソルトレイクシティにそれぞれ一本化することを決めました。また、2038年冬の大会については、スイスと優先的に対話を進めるということです。シャーマン42年の誘致に全力や。札幌ドームどうすんねん。やったぜ。なんか妙だな。どんどん浄化してくな。もう札幌ドーム維持する必要なくなったね。26年イタリアミラノ五輪。30年フランスオーベルニュローヌアルプオアプロバンスアルプコートダジュール五輪。34年アメリカ合衆国ソルトレイクシティ五輪。38年スイスでほぼ内定。42年札幌五輪まで札幌ドーム壊せなくなったな。おめでとう。札度の横に体育館作る話どうなんの。それはそれとして移転必須やし作るやろ。それまで札幌ドーム建ってんの。まだ万博という中抜きチャンスがあるからな。汚職の祭典、やったー。あと10年もすればこの国に国際イベント招致できるような国力ないだろうし大丈夫やろ。それは因果関係あんまないで、リオ五輪とか見ればわかる。幻の白なだぎ。さあ、2042年に先延ばしになってしまった五輪招致、それまで本当に札幌ドームは建っているのか。はたまた、数百億円かけて建てる体育館、これは本当にどうなってしまうのでしょうか。札幌市民の税金がかわいそうですね。皆様もぜひいろいろとご意見を寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。